い、皆さんこんにちは、ワナリングルビシュです。今回は戦国無双真田丸最終章になります。早速シナリオの方を見ていただきたいと思います。15万もの大軍を率いて大阪城を包囲する。対する豊臣の兵はわずか5万。まさに玉砕覚悟の絶望的な状況であった。それでもその男は諦めない。闘志に燃える総合には一片の悲嘆もなかった。狙うは徳川家康の首ただ一つ。戦国最後の戦いがついに幕を開ける。いよいよ徳川の軍が迫っております。その数およそ15万。15万。城の状態を考えるに籠城策はもはや取り得ません。野戦による一大決戦にて家康公を討ち取る。我が軍の勝機はその一点のみ。承知しました。勝てる見込みはあるのでしょうか。勝ちます。そうですね、雪村。はい、必ず。これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。ここからですね、アクションパートの方に入っていきます。でこの大阪の陣、夏の陣の方は、全部で3つの合戦からなっています。で今からプレイしていく、お届けしていくのはその初戦にあたるわけなんですが、ここではですね、まあ主にその徳川の先陣部隊ですね、伊達隊とか、まあ、そのあたりとの交戦のシーンになっていきます。さて、そんじゃ行きますかね。雪村様、そなたたちもよくぞここまでついてきてくれた。礼を申す。雪村様。何改まってんの。別れの言葉みたいなのいらないよ。思えばそなたたちとも長い付き合いとなった。そうですよね。雪村様はもう小さい頃から無茶で。それを言うな。一度は本気でやり合ったりもしたしね。あんた、それ自分で言う？やはり、言わせてくれ。いろいろなことがあったが、私の元にいてくれたこと、感謝している。雪村様。だから今さらだって。家族ってそういうもんでしょ。うん。ああ、そうだ。さあ、行こうぜ。今からプレイしていくアクションパートの、道明寺の戦いに関しては、実はその雪村だったり後藤又兵衛だったりっていうのがメインではなく、実はサスケがメインのステージになっています。
なのでプレイアブル武将も今プレイしている雪村とあと、サスケになっています。急ぎ前進するぞ。で、まあ各敵武将を撃破していくと最後に半蔵が登場するんで、その半蔵を撃破するとステージクリアになります。行くよ。最後はサスケと半蔵の退治のシーンになります。しょ、お前など育てるのではなかった。やはり野に打ち捨てておくべきであった。言って言い草、そりゃ恩をあだで返してるけど、せめて忍びとしての道など示さねば。こんなことにはならなかったのにってらしくないね、師匠。俺は雪村様の忍びとして戦えることが誇らしい。この生き方を与えてくれて感謝してる。サスケ、だから行くよ。来い。これで、サスケの登場シーンはすべて終了になります。で、この次第2戦目になるんですが、これが茶臼山の突撃戦になります。家康の本陣を目指してめがけて雪村が特攻突撃をするという展開になっています。で、ここに関して言うとですね、プレイアブルは雪村とあとはくのいちにしました。で、武将はですね、例えばチャチャ様とかも選べたんですが、まあ育てているのが、はい、ブーンを祈ります。まあ、雪村中心チームだったのでチャチャは今回外したという構成にしています。チャチャ様はずっと大阪でしたね。この戦が終わればどこか行きたいところはありますか？え？そうですね。考えたこともありませんでしたけど、どこか暖かいところでのんびりしたいものです。いいですね。南国は私も行ったことがありません。この無双シリーズでもデッドアライブエクストリームみたいなの出したらかなりいいんじゃないかな。女の子というか女性キャラクターみんな魅力的で可愛らしいですよね。ごめん。このチャチャ様とかも露出は少ないんで、もし南国で水着姿を披露するとかってなると、はい、正直買っちゃうかもしれないな。怪異姫とかね、くのいちとかはそれなりに露出ありますけど、この大軍を突破せ、少なくともこのチャチャ様は露出がほとんどないので、ぜひぜひ、そのデートアライブエクストリームみたいな、エクストリームだってんの、南国でバカンスを過ごすみたいなゲームありますよね。あれをぜひぜひ出してほしいですね、この理想のキャラクター版で。で、ここは茶臼山の突破戦となってますので、まあ、ボスキャラクター的なものももちろん武将として政宗とか登場してくるんですが、最終的には雪村が東砦に到達するとクリアになるので、まあ、敵を撃破しつつ砦を目指していく感じになりますね。チャチャ様をお守りし、
大阪城にお戻りあれ。雪村殿、それはこれで先は少数で突き進むのが良い。茶臼山の突入地点クリアになります。くれぐれもお頼みいたす。で続いて正真正銘最後の戦いになります。できたようだな。されば目指すは徳川本陣。ここで徳川本陣を目指せて合戦していくっていう感じですね。ちょっとスキップをしちゃっているので描かれていないんですが、高梨内閣もここで一陣になります。最後まで生き残るのはですね、この雪村と、あとは、野市。勝利を我が手に。で最後は、秀忠のいる徳川本陣に、突撃という感じになります。徳川の世、太平を覆すことはさせぬ。見事なお覚悟、あれど。この中で描かれている姿だとなかなか強いですよね。待て、雪村。雪村。真田左衛門之助、雪村、水産。実はですね、この後家康を見つけることなくエンディングに入っていきます。ちょっとよく調べていないのでわからないんですが、家康を倒すパターンのエピソード、シナリオというか、そういうエンディングが用意されているのかはちょっとわからないんですが、おそらくこの展開だと用意されてないんじゃないかなという気がちょっとしてます。もし詳しい方、ご存知の方いれば教えていただければ嬉しいんですが、このままあとはエンディングに入っていきますので、最後皆さんと一緒に見ていきたいと思います。へっちゃらです。あいつの分も働かなきゃいけないんで。よい雪村様。よいのだ。兄上に。私は
これで戦国無双真田丸については全てのプレイを終了する予定です。戦国無双真田丸、最後までお付き合いいただけた方本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。